崎と申します。玉彦様のお嫁さんになるために、まかりこしました。風邪をひくといけない。何をしている？おはようございます、玉彦様。気持ちの良い朝ですよ。ほら、夕べの雪ももう溶け始めています。吹いてくれなくても。あら、玉彦様、ひどいクマですよ。夜眠れていらっしゃらないのでは？別に君には関わりのないこと。